エドワード・ホッパーは20世紀のアメリカの画家。油彩画で広く知られているが水彩画家と版画家としてエッチングにも熟練していた。都会と田舎の風景の両方で細かく計算された。表現は現代のアメリカ生活のビジョンを反映している。ニューヨーク州ナイアックに生まれる。商業美術の学校に進んだ後、ニューヨーク美術学校で絵画を学ぶ。 アシュカン派の指導的画家であるロバート・ヘンライは同行の教師であり、アメリカンライフの写実的描写はその影響とされる。1915年にエッチングとイラストレーションに転向するが、1930年には水彩画と油彩画を再開する。1925年に制作された線路脇の家はホッパーの最初期の連作の一つで、 その後の彼のスタイルを決定づけた作品である。都会の街路、オフィス、劇場、ガソリンスタンド、灯台、田舎屋など、アメリカ人には見慣れた都市や、郊外の風景を単純化された構図と、色彩、大胆なメイド対比、強調された輪郭線で描く彼の孤独な雰囲気漂う作品は、今日のアメリカでも高い人気を持っている。エドワード・ホッパーの生火1882年。 ニューヨーク市北部のハドソン川沿いのヨット建造センターであるニューヨーク州ナイアックにて裕福な家庭の二人の子供のうちの一人として生まれた。両親はオランダ系であり、先祖ほど成功していなかったが、幹物省の父ギャレット・ヘンリー・ホッパーは二人の子供の教育にかなりの資金を投じた。エドワードと姉妹のマリオンは私立の学校に通い厳格なバプテストの家で育った。 父親は穏やかな性格でエドワードの母親、祖母、姉妹、メイドなど女性優位な家庭だったという。出生地と少年時代の家は2000年に国家歴史登録財に登録された。現在はエドワード・ホッパーハウスアートセンターとして運営され、展示会、ワークショップ、講演会、講演、特別イベントを開催する非営利コミュニティ文化センターとして機能している。 ベース、エドワード・ホッパーの最初期のサインと、日付入りの作品。ホッパーは、子供時代から優秀で、5歳の時にはすでにへの、才能を示した。父親の知的傾向と、フランスやロシア文化への愛情をすぐに吸収し、また母親から芸術的な才能も引き継いでいた。両親は芸術を奨励し、教育雑誌や図鑑などの資料を与えた。10歳の時に、 初めて自分の絵に署名し、日付を記入し始めた。これらの最初期の作品には、花瓶、ボール、カップ、箱など、幾何学的な形の木炭のスケッチが見られる。ホッパーがキャリアを通じて描いた光と影の細かい描写は、これらの初期の作品にすでに見られている。10代までは、ペンとインク、木炭、水彩、油彩等を用いて、自然をモチーフとした絵を描くだけでなく、 政治的なカートゥーンも描いていた。1895年、ホッパーは彼の最初の署名入りの油絵、ロッキー入りへのローボートを制作した。これは初期には船舶の主題へ興味があったことを示している。初期の自画像では、ホッパーは自身を痩せた、無骨で地味な青年に描く傾向があった。背が高くて静かな10代の少年だったが、ホッパーのいたずらっぽいユーモアのセンスは、 彼の芸術に時には移民の描写や漫画の場面で男性を支配している女性の描写に現れている。後年、彼は主に絵画の人物として女性を描いた。高校時代は海軍建築家になることを夢見ていたが、卒業後は芸術のキャリアを続けることにした。ホッパーの両親は商業芸術を学んで手に職をつけるように言った。この頃のホッパーは ラルフワルドエマーソンの著作に影響を受け、後に彼をとても尊敬している。何度も何度も本を読んだと述べている。1899年に通信教育コースで美術の勉強を始め、その後パーソンズ美術大学の前身であるニューヨーク美術学校に転校した。そこで6年間学び、油絵の指導をしたウィリアム・メリット・チェイスら教師たちから学んだ。ホッパーは 早い段階で、チェイスとフランスの印象派の巨匠エド・アール・マネとエドガードガを模倣して自身のスタイルを形成していった。モデルをスケッチすることは保守的に育てられたホッパーに衝撃と挑戦を与えた。ホッパーのもう一人の教師、ロバート・ヘンライは写生を教えた。ヘンライは生徒たちに自分のアートで世界をかき混ぜるよう奨励し、主題とは 数えることではなく、それについて感じることと、芸術を忘れて、興味のあるものの絵を描くことと生徒に助言した。このように、返来はホッパーだけでなく、その後画家となるジョージ・ベローズやロックウェル・ケントなどに影響を与えた。返来は作品に、現代の精神を吹き込むことを奨励した。ジョン・スローンを含む返来の周囲のアーティストの一部は、 アッシュカンアメリカンアートスクールとしても知られるザエトのメンバーとなった。ホッパーがインテリアを主題とした現存する最初の油絵はソリタリーフィギュアイン A シアターである。学生時代、ホッパーは自分の自画像を含む数十のヌード、生物、風景、肖像画を描いていた。1905年、ホッパーは広告代理店でアルバイトを始め、業界史のカバーデザインを担当した。 1920年代半ばまで経済的必要性によってそれに拘束されイラストを嫌うようになった。ヨーロッパに3回旅行し、それぞれパリを中心として表向きはアートシーンを勉強した。しかし実際には一人で勉強し芸術の新しい流れにほとんど影響を受けなかった。後にホッパーはピカソについて聞いたことを全く覚えていなかったと語った。 レンブラントの作品、特に夜景には非常に感銘を受け、私が見た彼の作品の中で最も素晴らしいものだと言った。スマッシュ・ザ・フーン最後のヨーロッパ旅行から戻った後、ホッパーはニューヨークで部屋を借り、そこで自分のスタイルを確立するのに苦心した。成型を立てるために仕方なく、古巣のイラスト業に戻った。フリーランサーであったため、 仕事を得るために雑誌社や代理店のドアを叩き、仕事を頼んで回らなければならなかった。何を描くか決めるのが難しい。それを見つけることができないまま何ヶ月も過ごしてしまうことがある。とても遅いんだと苦悩を募らせた。仲間のイラストレーターのワルター・ティトルは、ホッパーのその時の様子を苦しんでいる。長い間克服できない無気力に苦しんでいて、 イーゼルの前に何日も座って無力な不幸を感じ、呪文を破ることができなかった。と語っている。1912年、30歳のホッパーは、インスピレーションを求めて、マサチューセッツ州のグロスターを旅し、アメリカで自身の最初の屋外絵画を制作した。これは後に連作となる最初の東大の絵だった。1913年の美術展覧会で、 ホッパーは昔描いた自画像を塗りつぶして描いた絵画セーリングを販売し、初めて画家として250ドルを得た。31歳のホッパーはこの実績が今後につながることを望んだが、彼のキャリアはその後も何年もうまくいくことはなく、ニューヨークの小さな会場でのグループ展に参加し続けた。同じ年に父親が亡くなった直後、 その後の人生を過ごすこととなるマンハッタンのクリニッジビレッジにあるワシントンスクエアのノースアパートメントに転居した。翌年、いくつかの映画ポスターを制作し、映画会社のプロモーションを行う仕事を委託された。ホッパーはイラスト作品は好きではなかったが、映画や演劇の熱狂的ファンだった。どちらも絵の主題として扱っており、それぞれが彼の作風に影響を与えている。 1915年、ホッパーは油井に行き詰まり、エッチングに目をつけた。1923年までに約70作品のほとんどをエッチングで制作し、パリとニューヨークの両方の都市の風景の多くを制作した。また、時売商業作品の制作を続けながら、戦争運動のためのポスターをいくつか作成した。余裕がある時には、ニューイングランド。 特にオガンキットの芸術村とモンヒガン島を訪れ屋外の水彩画を制作した。奮問とした数年間を経てホッパーはいくらか認められ始めた。1918年に戦争ポスタースマッシュザフンで米国海軍委員会賞を受賞した。さらに1917年に独立アーティスト協会、1920年と1922年には ホイットニー美術館の前身であるホイットニースタジオクラブで個展が開かれた。1923年にエッチングに対してエッチャーズシカゴ協会からローガン賞と W.A. ブライアン賞の2つの賞を受賞した。ニューヨークレストラン1920年代初頭、大衆はエルトレインの夜、夕方の風、キャットボートのように彼の後期のテーマのいくつかを表現した。 この時期の注目すべき二つの油絵は、ニューヨークインテリアとニューヨークレストランである。ホッパーはまた、その後多く描くこととなる、窓の絵画二つ、ガール・アット・ソーイングと月光のインテリアを描いた。どちらもアパートの窓の近くの人物を見ているか、外から見ている視点から見たものである。1923年に、ホッパーの緩やかな上昇はついに大きな実を結んだ。 マサチューセッツ州グロスターでの夏の絵画旅行の間に、ロバートヘンラインの元教え子だった、ジョゼフィーンにビソンに再会した。ホッパーは背が高く、内気で、内政的かつ保守的であったのに対し、ジョゼフィーンは背が低く、オープンで、社交的で寛大な性格だった。全く正反対の二人は一年後に結婚した。彼女は、ホッパーのキャリアとインタビューを管理し、 主要なモデルを務め、生涯の伴侶となった。ジョゼフィーンの助けを借りて、ホッパーのグロスターの水彩画6点が1923年に、ブルックリン美術館の展示会に出品された。そのうちの一つである、ザ・マンサード・ルーフは、永久コレクションとして100ドルで、ブルックリン美術館に購入された。批評家たちは、なんて活力、迫力、そして率直さだ。 最も家庭的な主題で何ができるかを活目せよと一様に彼の作品を絶賛した。ホッパーは翌年の古典で出品した全ての水彩画を売ることができ、ついに商業イラストをやめることにした。41歳でホッパーはさらなる名声を得た。しかし自分のキャリアについて苦々しさを心に抱き続け、その後は人前に出ることや受賞を断った。 安定した売り上げによって、経済的な安定を得た後は、シンプルで安定した生活を送り、40年以上に、わたって、独自のスタイルでアートを生み出し続けた。ハウスバイザ・レール・ロード、1925-2オン・ザ・イルは、自己最高額の1500ドルで購入された。ホッパーは、自動車を購入することができ、ニューイングランドへの海画旅行に使用した。 1929年に彼は、チョップ、スイート、レールロードサンセットを制作した。翌年、パトロンであるスティーブン・クラークは、ハウス・バイ・ザ・レールロードを、同館初の油絵コレクションとして、ニューヨーク近代美術館に寄贈した。1930年頃には、最後の自画像を油絵で描いた。ジョゼフィーンは、彼の多くの絵にポーズをとっていたが、 正式な油絵の肖像画として描かれたのは、ジョー・ペインティングだけである。大恐慌の間、ホッパーは他の多くの芸術家よりもマシな境遇だった。1931年、ホイットニー美術館やメトロポリタン美術館などの主要な美術館が彼の作品に数千ドルを支払い、ホッパーの名声は急上昇した。その年、ホッパーは、 水彩が13点を含む30点の絵画を販売した。翌年、最初のホットニービエンナールに参加し、その後生涯を通じて毎年展示し続けた。1933年にニューヨーク近代美術館は初めてホッパーの大規模な回顧展を開催した。ナイトホークス、1942-1930年。 ホッパー夫妻はケープコットのサウストルロニコテージを借りた。毎年夏をそこで過ごし、1934年に夏用の家を建てた。ホッパーが絵の題材を探す必要があるときは、夫妻はそこから他の地域へ車で旅行することもあった。1937年と1938年の夏、夫妻はホッパーが ホワイトリバーの連作の水彩画を描いたバーモント州サウスロイヤルトンのワゴンホイールファームに長期滞在した。これらの風景はホッパーの成熟した作品の中では典型的ではなくほとんどが純粋な風景であり建築物や人物が見当たらない。ブランチオブザ・ホワイトリバーは現在ボストン美術館にあり、ホッパーのバーモントの風景の中で最もよく知られる。 ガスステーション1930年代から1940年代初頭にかけては非常に精力的に活動し、ニューヨークムービー、ガーリーショー、ナイトホークス、ホテルロビー、モーニングインシティなど、数多くの重要な作品を生み出している。しかし1940年代後半は、比較的無活動の期間を過ごし、もっと描きたい。読書や映画はもう飽き飽きだ。といった。 その後の20年間、ホッパーの健康状態は悪化し、前立腺手術や、その退屈かの健康的問題を抱えた。しかし、1950年代から1960年代、初頭に、ファーストローオーケストラ、モーニングサン、ホテルバイ、エーレルロード、インターミッションなどを含む主要な作品を制作した。1967年5月15日、ホッパーは、 ニューヨーク市のワシントンスクエア近くの自身の住居で死去し、2日後に出身地であるニューヨークのナヤックにあるオークヒル墓地に埋葬された。妻のジョゼフィーンは10ヶ月後に亡くなり、ホッパーと一緒に埋葬された。ジョゼフィーンは3000点を超える作品の共同コレクションをホイットニー美術館に移存した。ホッパーの他の重要な絵画はニューヨーク近代美術館。 デモインアートセンター、シカゴ美術館などに収蔵されている。1980年にホッパーの美術展、ザートザアーチストがホイットニー美術館で開かれ、ロンドン、デュッセルドルフ、アムステルダム、サンフランシスコ、シカゴを巡回した。この美術展ではホッパーの油絵とその収作が初めてヨーロッパに発表された。これが ホッパーのヨーロッパでの人気と彼の世界的な評判の始まりだった。2004年、ホッパーの多数の絵画がヨーロッパをめぐり、ドイツのケルンにあるルートビヒ美術館とロンドンのテートモダンで展示された。テート展はギャラリーの歴史の中で2番目に人気があり、3ヶ月で42万人が訪れた。2007年にはホッパーが最も活動していた期間に焦点を当てた。 美術展がボストン美術館で開催された。展示は50の油絵、30の水彩画、および人気のナイトホークス、チョップスイ、灯台や建物を含む12の版画で構成された。2010年、スイスのローザンヌにあるエルミタージュ美術館は、ホッパーの全キャリアを網羅した美術展を開催した。作品の多くは、ニューヨークのホイットニー美術館からレンタルされた。 これには絵画、水彩画、エッチング、漫画、ポスター、および中作の一部が含まれており、ミラノとローマでも展示された。2011年、ホイットニー美術館は、エドワード・ホッパーとその時代という展覧会を開催した。2012年には、ホッパーの作品の豊かさを示す彼の傑作の複雑さを明らかにしようとする展覧会がパリで開かれた。 展示は年代順に2つの主要な部分に分けられ、最初のセクションではホッパーの形成器をカバーし、彼の作品とパリでホッパーが影響を受けた可能性がある同時大臣や芸術の作品を比較展示した。2番目のセクションでは独特なスタイルを象徴する最初の絵画、例えばハウスバイザレールロードから最後の作品までホッパーの成熟した芸術に注目した。 ホッパーは多作ではなく、キャンバスを366枚描いたのみだったため、作品が市場に出回ることはほとんどない。1950年代、70代の頃には年間約個展の絵画を制作していた。1924年にホッパーの初めての個展を開催した彼の長年のディーラー、フランク・レンは1957年にホテルウィンドウを7000ドルで売却した。 1999年、フォーブスコレクションはこの作品を俳優のスティーブ・マーティンに約1000万ドルで売却した。2006年、マーティンはサザビーズでこの作品をホッパー作品最高額の2689万ドルで売却した。2013年、ペンシルバニア美術アカデミーは現代美術獲得の基金を設立するために 2200万ドルから2800万ドルを獲得することを望んで、ホッパーのイーストウィンド・オーバー・ウィーホキンを売りに出した。これは、ニュージャージー州ウィホーホッキンの切り妻の家を描いたくらい、土色の風景画であり、ホッパーの最高作品の一つとみなされている。もともと、ホッパーの死の15年前の1952年に、ディーラーから低価格で直接販売された、この絵は、 ニューヨークのクリスティーズで記録的な3600万ドルで匿名の電話大募者に売却された。2018年、アートコレクターのバーニー・エイ・エブスワースが亡くなり、彼のコレクションの多くの作品がオークションにかけられ、チョップスイは9200万ドルで売られ、これまでにオークションで購入したホッパーの作品の中で最も高額となった。121、ありがとうございます。